アバンのラストで、ミオの瞳の奥に清からしき、男の後ろ姿が見えて終わるっていうところが、あるんですけど、ちょっと、スタートとお尻で、見え方がちょっと、変わるわけですけど、スタートアバンができた時にお尻はじゃあミオと清が出会って釘付けになってる感じというか、一つの狙いとして作ったって感じですね。単純な会話のシーンとかだと、やっぱりそのカットバックとかにはなりがちですけど、アニメとかだと結構やっぱ単調になりがちだったりするんで、絵的な変化を作りつつ、その絵のより引きのリズムだとかも作れるかみたいなところは意識してますね。レイアウトっていうのが、いろんなところで言われてるのだと、アニメの設計図みたいに言われてると思います。このカメラからだとどんなものが見えているのか、誰がどこにいて、でこの後にラフ原でどんな動きをするのか、どんな演技をするのかっていうのを描くのが、レイアウトとあとはラフ原っていう段階だと思うんですけれども、だから結構考えることが多い作業だと思います。どの秒数でどの動きをするのかみたいなのを、原画の番号を書いて、で何枚中割りを入れるのか、どれくらいこの絵を写すのかみたいなのを書くところから、さらにそのカットに使うカメラの動き、撮影の処理、光を入れたいだとか、そういったところもカットを仕上げる情報が一点に書き込まれた、情報が盛り込まれたものになります。結構あれ原画枚数入れていて、グッと引くというよりも少し頭詰めてスーッと滑らかに引いていく感じで描きたくて、でラストにミオちゃんの綺麗な姿を、衝撃を受けたミオちゃんの姿をっていうイメージで、結構難しいのが自分の想定よりも求めていたタイミングじゃないなっていうところが結構ラフ原でやってる段階でも発生していて、私は未だにちょっと修行中ではあるんですけど、タイミングを取るのはめちゃくちゃ難しかったと思ってます。原画作業っていうのは、動画を作るにあたって動きのポイント、キーになる特徴的な絵を描くのが原画の仕事です。最初はまずその載せていただいた修正を拾うっていうところなんですけど、修正っていうのがやっぱり、修正を拾うっていうところがやっぱりもう第一段階の難しいところといいますか、心を殺して淡々と拾うというよりも、この線は必要なんだろうかっていうのを、線一本に対してずっと神経使って引いてるって感じですね。動画は原画と原画の間の絵を作る作業になります。原画のクリーンアップも動画の仕事になります。最初はタイムシートを見て、どういう動きなのか、枚数がどのくらいなのかっていうのを最初に確認しますね。でその後に、普通なら、原画トレスをして、その後に中割り作業をしていきます。まず動画側に入る前に、動画作業ができるかどうかっていう素材のチェックをします。その後に、動画作業をいただいて、完成したものをさらに動画としてちゃんと上がっているかどうか確認して、
まあ、次のセクションに渡すっていう感じになります。まあ、やっぱり動画さんも人が作業しているので線の抜けとか細かい動きだったら線がガタガタしないしていないか綺麗に線が動いているかっていうのを見ています。